GPS 衛星、無人ドローン、それにレーザーサイトまで、便利なものが増えれば増えるほど失った時の痛みも大きい。だが6インチのナイフなら通信が途絶えてしまう心配などいらない。小さい頃おばあちゃんが言ってた、沈黙は女にとって最高の衣装だって。でも正直私には当てはまらなかったみたい。金属酸化物と金属粉、それに燃料を適切に調合すれば2000度で燃える。その熱はガンガエウルほぼ全ての防壁を溶かせる。 C4 との併用が最強の組み合わせだ。時間に余裕があるならこのデバイスの素晴らしさをゆっくり説明してあげる。4秒以下で時速20キロへの加速を可能にするクワドラプルギアボックス、全長10キロの内部配線、手作業で組まれた1100のパーツ、300メートル以上の距離でも完璧な操作。でもチームが知っておくべきなのは、仕事をこなせるのかこなせないのか。答えはこう、十分こなせる。芸術家とスナイパーの共通点は何だと思う？ディテールだ。例えばちょっとした色使いの差にも気づく。周囲と溶け合わない影を見つけ出し、あるいはあるべき場所にない形に気づく。違いは危険が伴うこと。大きな危険が。知りたいんだろ、答
この缶の中身について。命が惜しくないなら教えてやってもいい。冗談だ、落ち着け。で、缶の中身だが、聞かない方がいいかもな。命が危険にさらされた時、平均的な人の心拍数は1分間に175回まで上昇する。訓練されたものなら1分間に70から100回ほどだろう。だが俺の仕事が済む頃にはそれもゼロになった。経験から学んだのは、命を救うためにはオフィスではなく現場に立たなければならないということ。そして時には命を救うために命を奪う。俺はこのトラウマプレートが秒速490メートルの357マグナム弾を止めてくれると信じている。自分は身動きせずひるまないと信じている。チームメイトを信じている。彼らも俺を信じている。奴らは訓練すれば生き残れると思っている。ドアを壊し窓から侵入し武器を抜く。だが最も基本的なルールを忘れてはいけない。真のハンターはまず足元を警戒する。誰もが無理だと言った。これは戦車向けだと言われた。小型化も精度向上も無理だと言われた。だが違った。前はスパイをやっていた。服役もした。薬も売った。人殺しだって。そして腕が良すぎたせいか
ここまで昇進した。